最初乗ったのは180の後期に、13じゃなくて180だったんだけど、まあなんだろう、まあドリフトはしたかったっていうのもあったし、自分でいじりたいっていうのもあったし、まあそれで専門も入ったしっていうのがきっかけかな。まあちっちゃい頃から車好きだったし、で小学校ぐらいの時にまあドリフトしたいみたいになって、180買った理由ってのもたまたま親父の後輩が乗ってて、ちょうど乗り換えるタイミングでほぼノーマルみたいなのを買ったんだよね。でもいじるまでほぼノーマルで乗ってて、まあ、その時専門入ってもドリフト全然やってなくて、まあ、ギャラリー行くようになって、まあ、ちょっとクラッチ滑ったりして、その時にクラッチとデフだけ入れて、でもドリフトはしてなくて、当時の彼女と別れてそれからドリフトやりだしたみたいな。でストリートでその時会ってた先輩、まあ、マサさんに、まあ、走ってるの見に行って、まあ、走ってる間で、まあ、定常円やったりとかサイドターンやったりとか教えてもらって、まあ、ずっとそればっかりやってみたいな。あとはモッコマンのリーダーにいろいろこうすればああすればとか、そのアドバイスもらったりとかはしてた。あとは仲間内でみんな、ね、一緒に走り行って、やっぱり、ね、みんなで走ってるから切磋琢磨じゃないけど、あいつあれできたのみたいな、じゃあ俺もやろうみたいなそういう感じで走ってたかな。専門の最後の年に車自動車大学校の連中が、まあ、ストリートこっちの方に来るって連絡もらって、走りに行って、まあ、2本目ぐらいかな、やらかして遠赤にドンと行ってフロントガラス割れるぐらい A ピラー行ってたから、まあ、ちょっと直すのにちょっとお金貯めないとねみたいな感じで、とりあえず休んでた。怪我はしなかった、その時は大丈夫だったね。ただ自走負荷レベル、やめようかなはなかった、直さなきゃっていうっていうのはあったかな。ただ結構行ってたし、その事故る前にもその学取り前にぶつけててフレーム振ってたから、どの道直さなきゃいけなかったから、まあしょうがないかみたいな、乗り換えるっていう気は全然なかったね。で就職してちょっとしたら、そうモッコマンズのリーダーに、伊藤君走らないとダメじゃんみたいな、とりあえずなんか適当なのを買って走ってりゃいいじゃんってなって、まあ、IT 直すのは直すで。で、探したらちょうどヤフオクで、まあこれ、近場で出して、NA だったけど、マニュアルだし、なぜかサンルーフだったし、で、ナンバーも同じ管轄だったから、当時の2桁ナンバー、ターボのエンジン買って、まあ一通り、速取りじゃないけど、インタークーラー、オイルクーラー買って、で足回りとシートそこら辺は180からとりあえず一旦引っ張ってきて走り始めたみたいな。13に乗ろうってなったきっかけは、その180乗ってた時に友達が行く走行会ついてって、恵比寿、その時確か恵比寿だったと思うんだけど、そこに来てた東北仕様の軍団がいて、その中の黒い13がめちゃめちゃ低かったと。純正フルエロで、この13なんだよみたいな。それちょっと衝撃受けて、13乗るんだったらああいう風にしたいなみたいな。あ、めちゃめちゃうまかった。めちゃめちゃ速かった。で、その低さでそんな飛ばして払うって、ね、振り回して走ってて、衝撃だったよね。だその感じは自分の走るのに影響はあったと思う。めちゃめちゃ朝綺麗だったのに、普通にニコーナーの奥で土手にケツから突っ込んでマフラーを追っかいてケツぐっちゃりだけど、その後もずっと走ってて、マジ熱かった。あれはなんだこの人はみたいな衝撃だったよね。それが本当ドリフト始めてちょっとぐらいだから、ある意味その師匠じゃないけど、その影響を受けたうちの1台にはなるかな。実物実写で見て、うん、その人が CR 界入ってたからそれまで
一旦 CR から履いてみて、好きなホイールあったけどそれを180で履きたいみたいな、それでフロント CR から履いて、まあ基本はでもやっぱ東北仕様が好きだよね。180の時もフル純正で、13も純正しかない、他ないね社外のエアロって。ミサイルも BN ついてたけど外しちゃったし、ワンビアも買った時は BN フルエアロだったけど全部外して売って純正かノンエアロかみたいな。結局かっこいいのがあっても、なんか違うんだよなみたいな。自分で作ればいいんだけど、やっぱ純正の形が結局一番になっちゃうかなみたいな。この仕様に行き着くまでの理想はそんなに、あでも後ろのフェンダーに関しては浅沼が180で叩き出しで、プレスライン下だけじゃなくて上まで出して結構ワイドにして、それがかっこよかったっていうのもあるし、それは一つある。あとは鉄板でフェンダー作りたいみたいな、社外のフェンダーが嫌だった、うねるし割れるし、まあ、朝から最初清さんが叩いてある程度一回出して、でホイールはめてみて、浅沼と二人で車もただジャッキで上げたんじゃなくて修正機乗っけた状態で完全に固定して、でオーハンマーで腕上がんなくなるぐらいずっと引っ叩いて、でインナーとか切れたよね叩きすぎて。フェンダー作っちゃってから足回り作っちゃったから、もうそれに合わせてでこの仕様になっちゃったから、だから現状だとフロントが勝っちゃってて後ろが負けてるから、本当だったら後ろもっと出すというか、フェンダーを出すんじゃなくてホイールを外に出したい、アーチ上げたりしてっていうのはあるかな。いやイベントに出すというか、まあドリシャだけど、まあコンセプト的にはまあ深リム履きたい、深リムっていうか一番深いのどうせなら履こうみたいな、深いの太いのでシャコタンでフェンダー作るってなると、ドリシャだとやっぱ FRP 多いじゃん。で参考にしたのはビップカーとか、そっち結構見たりしてたし、ビップカーより面出ててドリフトできたらかっこよくないみたいなそこからかな。だから全切りできるのは当たり前だし、まあ多少干渉しても普通にドリフトできるのが当たり前の考えで作ってはいた。シャコタンでもそれなりに上級で前の車ついていけるようにいろいろ対策したりとか、まあ、足回りのセッティングだったりとかは結構ハマったよね。アライメント何回も取り直したりとか、アームの長さちょっと変えてまたやり直したりとか、ナックル加工したやつつけたりとか、でメンバー上げして角度ちょっと変えてみたりとか、あとタイヤのエアとかタイヤのサイズとかでいろいろやってみたりとかっていうのはあった。どうせ走るならね、楽しく走れるのもそうだけど、やっぱついていけないと面白くないからね今の時代だと部品いっぱい出てるからもっとやりはあるだろうし、メンバー上げもしてるけどもっと上げられるし、もっとやり方はいっぱいある。まあまだまだやるとこはいっぱいあるかなって。情報だ、今みたいに SNS もな、対してミクシーとかミンカラが盛り上がりだしたぐらいだったと思うから、だからもう自分でやって試すしかないから、まあこれ買ったのも180直すまでのっていうのがあったから、まあ実験台13系だから同じだから、まあ、全部フィードバックできればいいかなっていうので、もう試すものは試しちゃおうみたいな。あとね、埼玉の方の人とかとも今あるかどうか分かんないけど、エボリューションのナックル前後入ってるんだけど、それはそのそっちの方の人たちので、あっちもシャコタの人いたから、そこのショップのやつついてるね。ずっとユラモードのドロップナックル出る前かな。セッティングはいろいろ試したよね。だから車高上がってみんなナックル入って、キャスターどうだのキャンバーどうだのやってるデータは聞くわけじゃん。で試してみて、あ違うってまた取り直して、やっぱちょっと人よりやっぱキャスターついてんのかなみたいな。イベント出し始めたのもそれぐらいだったかな。洗いタイヤ、今ないけど洗いタイヤのオフミーティングっていうのがモテギであって、でその時はカスタムカー
1本こんなちっちゃいのが乗ってとか。でもイベント出したの正味3回。そのオフミーティング出して、で、フリップアウト出して、あれか、スラムドーソサイティだから、ヘラフラ持ってって、声かけられて、どういう感じで作ってるのみたいに言われた時に、まあドリフトできて、置きイベも置けて、みたいな。まあでも、ビップ車よりビップか、みたいな感じです。これで走れんのみたいに言われて、普通に走れますよ。でそこから話広がって、で後日連絡来て、で、撮影したいんですけどって言われて、その撮影が表紙だったみたいな。いや、いいのかよ、シルビアでみたいな感じだったね。ただのドリシャじゃん。ハイエースだの、トラッキンだの、もう、ね、結構内容ががっつりの車多かった。で、フレームもやって、みたいな。チャネリングしてとか、ホイールも作っちゃうとか、そういう車多かったよ。だから、この程度で、いいんですか逆にみたいな。そのショップ出してじゃないから、これは最終的に仕上げたのは自分で塗って、結局仕事柄ね、板金屋だし、どうせ作るなら綺麗に作らないと。ちょっとね、自分の仕事としても見られるわけじゃん、こんな作り方かよみたいな。それは嫌だなみたいな。塗装にはこだわったし、だサフェーサーで寝かしてた理由もその一つ。ローライダーとかの人みたいに時間を置いて引けるまで待ってやったから、まあ自分と清さん、浅沼もそうだし、あとはそのアレメとやってくれたのがモコマズの藤崎さんって人いて、エンジン関係はフナッツセッティングとか出してもらって、ステッカー関係は仲間内でセンシストワークスがいるからお願いして、低くて走れてのバランスをどこで取るかが一番まあ難しいんだろうけど、フェンダーの出し幅もそうだし、アーチの上げ幅もそうだし、まあそれはその人たち個人個人のこうしたいっていうのがあるだろうから、まあこの車も太けりゃいい、深けりゃいいでディアフェンダー作ったけど、やっぱ限界はあるよね。出せばいいってもんじゃないし、車としてのバランスが崩れたら、なんだろうね、すげえとはなっても、かっこいいとはならない。っていうポリシーというか、自分の中の物差しはあるかな。このホイール入れたいから仕様変更しますとかは普通だと思う。目立ちたいからこれもやんなきゃは違うよね、うん。内容に合った作業内容だったら結局機能美だと思うんだよね。本来当初はセンシストワークスと言ってたのは、シルビアでホットロッドカスタムショーに出そうよみたいな。言ってたら石川さんが出しちゃったんだよね。そう、先にやられたなって、チャネリングもされちゃったし、2番煎じになっちゃうなみたいな。それはすげえある。悔しいよね。あれしたいな、これしたいなはもう常に出てくる。だから妄想は止まらないよね。あ、これやってみたいとか、あ、これはいいんじゃないのみたいな。は、やっぱ、出てくるから、やりたいことはやろうかな。ただね、思うのは、何でもやればいいっていうわけじゃないのかなみたいな。これなんか、サイクルフェンダーしてないし、後ろのインナーは切ってあげてあるけど、がっつりサイクルにしてるわけでもないし、フロア切り上げてるわけでもないし、フレームはね、勝手に短縮されちゃってなくなってるけど、がっつり下メニューまでやってないけど、まあ、ここまではできてるから、だから全然完成はしない。逆にそれ完成させちゃったら終わっちゃうかもしれないよね。だそこまで行ったら最終目標、まあ、旧車乗りたいのは1台あるからそこなのかなみたいな。なんかほんと実験台だよね。180どうしたのってなると思うんだけど、まあ180は180で作りたいし、まだでも一番ハードにやりたいのはなんか13だよね。多分専門時代を知ってる人は180どこ行っちゃったみたいな感じだと思う。ストリート走ってた頃の人はみんなこれだから、伊藤くん黒13みたいなあると思うけど、その頃こうやってやってるのいなかったのに、みんなほんと手貸してくれたからありがたかったよ。
返していかないと。あとはね、うちのチーム員ですよ。俺とだってもう一人20ソアラしか車持ってないから、まあドリフトのチームっていう縛りはないから、うちは専門の時の仲間内でワイワイやって楽しく走っててっていう連中だから、別にドリフトだけでつながってるあれじゃないし、だからオールジャンルチームっちゃオールジャンルチームなの、ね、決まりがない各々の責任で周りに迷惑かけるなよぐらいで、だからまあ今も続いてんだろうし、連絡取るし遊ぶし、もともとはレボリューションじゃないんだよね、もともと専門1年生の時のなんか寮の人たちとかそういうので刻印滑走会っていうのがあって感じで、2年生の時に俺がその寮に入アパート入って横文字にしたくないみたいになって、で3人ぐらいでいろいろ調べ、ないねレボリューション、革命的な走りしちゃうみたいな軽いノリ、すごい軽いノリ、学生のそうそう、そんな感じ。あとはその乗りたいのは Z S30、 ゆくゆくは乗りたいよね、まあ、昔から旧車好きなのもあるし、どうしてもあの L の音が衝撃的で、あの一番あれがなんだろう、悪いよね音が。 Z は黒か丸、まあ丸がいいな、黒でもいいけど、黒だったら G ノーズじゃない、マルーンだったら G ノーズ。高いよね、どんどん高くなってるからね、買えるときに買わないとやばいことになる。イベント行くとやっぱいるから、ノスタルジック2デイズとか行くのはやっぱ面白いよね、すげえ参考になる、自分の知らない世界だし、そういうの行く方が面白いかな。トラックマスターズとか雑誌なんかもそうだよね、そういう方のが意外と読み漁ってたりとか買ったりしてる。あとはね、一人コーチの人とね走りたいんですよね。まああと浅沼と走りたいかな、広瀬さんとか。まあ病気ですよ最終的に。やめられない、死なないと治んないと思う。